皆さんこんばんは、ハワイケイスケです。それとお疲れ様でした。本日2024年、6月の8日、21時26分、男子、日本代表の、選手やファンの方たちへ、今日は試合の途中から、参加するような形で、まあ、追い上げて、まあ、しっかりと最後、勝てるようになんとかできました。まあ試合途中で気づいたのがレシーブの部分がうまくいってなかったと。まあそこで、3セット目ぐらいに、修正しまして、そこからしっかりと、動けるようになっていたと思います。まあまあ僕の方がどれだけ気づけるかっていう部分とかもまああると思います。基本的にその日一日に組み上げてきた言葉の内容っていうものを、使ってますので、やっぱりまあ、今日だと、野球の試合とかこう14時から、ありましたので、まあ、ほとんどの試合が、まず、多分全試合終わってたはずなんですよ。だからまあ、気持ち的にもバレーボールの試合に取り組みやすい環境ではありました。まあ、ちょっと、まあ、河川の撮影に行った時の動画をつなぎ合わせながら、まあ、コンピューターだと思うんですけども、その内容を、まあ、ちょっと確認されながら、まあ、こちらの方も、その辺のところで、まあ、失敗しないように、失敗っていうのが、その、自分の考えてる内容は、まあ、外れていたら、まあ、こちらが点取られたりだとか、まあ、そういうふうな形になってました。まあ、頭の中の行き先だとか、まあ、頭の中が渡せなかったりだとか、まあ、そういうふうな、状況ですね。だから、まあ、試合一本とかにこう、取り組んでいたら、まあ、その辺のところもね、うまく対応して、その動画を作成しながらの部分とかも対応しながら、してましたね。基本的に画面をこうずっと見てるんですけども、まあ、動画をつなぎ合わせるエクスポートという、まあ、採用時間、まあ、その中で、まあ、今までの試合の傾向だと他の、試合でもそうです。プロ野球の試合だとか、まあ、動画作成、例えば、つなぎが終わってをまあ終了している。で、こちらは、動画を例えばつなぎ合わせているとこう思ってしまうと、そこでコンピューターはそれを確認してますから、だからこちらの方が、考えている内容は失敗してるっていう形で、私まあその辺のところ、こちらの方で、まあ、確認したところ、まあ、間違ってなかったので、まあ、コンピューターの方が、間違えてるとか、まあ特に着信とかの設定はまだ今日買ったばっかりのパソコンなので、ちょっとまあ電気代等を気にしまして、読み込み速度が速いものに変えました。まあ、動画の撮影だとか、アップロード、まあ、公開したりするのに結構電力を消費しますので、まあ、先々のことを考えて、まあ、そういうものを購入して、まあ、動画を作成しながら、でも6勝0敗のチームに勝てたと。そこは大きなところだと思いますね。以上です。皆さん本日はお疲れ様でした。パリオリンピックの時がまだまあ試合時間云々とかで、まあ、僕の方もどう対応できるのかどうかっていうところがまあ事実としてありますけど、まあ、とりあえずまあ目の前の試合しっかりと取り組んで、まあ、まだ試合日程とか全然まだ私の方でも把握できてませんので、まあ、いろんな競技がこう、決まって、時間帯が決まった時に、やっぱりある程度、取捨選択という部分と、自分の体調とかと、その辺のあたりをこう、照らし合わせて、対応しなかったら、まあ、とんでもない目に遭いますので、昼ご飯食べてないことすら、気がつかないまま、22時を回る、それが東京オリンピックの時の状態でしたね。ずっといろんな試合をこう、ずっとこう集中して頭の中を渡し続けてと。その応酬っていうものをずっと行っていてと。それでも気持ちを途切れさせないで。
という状況だったんですね、東京オリンピックは。まあ、パリのその地球の日本からのちょ裏側ぐらいの時間帯のところで、まあ、そこまでできるかというと、それはちょっとっていうところが ありますんで、全ての時間がつながっていったらもうこちらもう持たないんで、まあその辺のところはホームページに書いてる、まあ基本的に、まあ何かこうが、まあ鹿島県やっぱり関わらされるような形に今なってるんですよね。抜け出せなくなって、それは自分が今エネルギーの残存量問題から、その三振と以内の請求でその万博を開いた議員さんだとか、それ日本人だけじゃなくて海外の人たちも含めて返済っていうような形で、ね、余計な体育館がある、あるのに、体育館あるのに体育館を作ってしまうっていう、人口はずっとこう少子化が続いているのに、僕は子供の頃からの人口1億2000万人の数字が変動してない。もう あちらこちら空き家だらけ。それぐらい今この世の中がむちゃくちゃな状態になってますんで、その辺のところもね、やっぱり最後人間、気合とか底力だとか、もうそういうと精神的な部分になってくると思います。知識さえ備わっていれば。そこは踏ん張って負けないような形に持っていかなかったら、正直もう、現段階で、例えばオリンピック開催というような形で、フランス、昔マクロン大統領とそのエネルギーの残存量問題を軸に、ね、約束したことがありまして、オリンピックの開催、それをしっかりと宣言すると。まあ、万博に関する条約、国際条約もなくすと。それ徹底的なことをしなかったら、取り返し聞かないところまでもう目前まで来てますね。以上です。そういった部分も含めて、試合中、私は笑うことは一切ありませんでした。テレビをつけてから。それまでの時間帯に関しても、基本的に動画を作成していて、新しいパソコンで、その動画をつなぎ合わせたりする、その編集機能とか、そういったものが全く新しいものなので、まあ、説明書を見ながら、自分で、その説明の動画を見ながらが説明のインターネットの記載されてる文章を読みながらとかでこう手探りでこう扱ってる状態で、まだしっかりと最終的な段階までの作り方がまだ分かってない状態なんです。だからまあ基本的に試合を行われてる時間もまず笑ってることはなかったと思いますね。もし一瞬ちょっとでもニヤついたりだとかそういうような部分があったから、まあ、2点差ぐらい、私がまあ途中参加した時、第1セットで2点差ぐらいの差だったと思うんですよ。それぐらいだったら、十分に、どうとでもなると。その辺のところも、ずっと世界戦を取り組んでいた人間の、こちらの実績、この試合だけに集中するのであれば、っていうので、まあ、なんとか、しっかりと、対応できましたね。まあ、試合中最初の方は、まあ、ルールの部分のところで、例えば、拾った時のボールが、相手のコートの外に飛んでいった時に、こう、ネットの下をそのままくぐって取りに行っても、それは無効であって、こう、ポールの横を通っていかなければならないとか、そういうふうなルールの、まあ、細かい部分ですね。その辺のところは、まあ、今日久しぶりに見て、良い備えにはなったなと思いますね。やっぱりもういろんな、ものすごくいろんなことに取り組んでますので、そういう細かいところは、しっかりと再確認ができたっていうところが、いいところなのと、あと、やっぱり私の神がかり的な力が効いてるとき、例えば、愛斗選手のアタックだとか、まあ、こちらのアタックを相手の選手がブロックしたときとか、こうネットのところにこうボールがこう這うように、まあ、ああいうふうな現象が見受けられると。サッカーでいうと、まあ、私は日本人選手代表側ですから、日本人選手の方にこうボールが寄っていく自然と。至近距離で例えば相手選手に当たったとしても、日本選手の方に跳ね返ると。そういうふうな神がかり的な力っていうものが、まあ、今までのその場数で、ありますんで、その辺のところとかもしっかり聞いてたんじゃないかなと思います。
以上です。それでは皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル通知と着信通知の設定と、あと着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、今一時停止をしてメモして、メモしなかったら人間忘れますんで、で、自分の身の回りの方に、淡井さんの動画を見ておいた方がいいよと、いろんな意味ですよ。エネルギーの残存量問題の対応の仕方とか、国会にで今議論してる内容とか、ああだとかこうだとか、安倍政権の頃からこういうふうに今変わってきてる、例えば中小企業の人たちの、1週間の労働時間が60時間を超えた時の割増賃金は今もう 50% なんですね。昔は2010年ぐらいの頃は、大企業の方たちだけ、50% の割増賃金、中小企業の人たちは 25%、 それは本当は法的に見ると不平等なんですよ、人権違反だから。そういうふうなところでね、黒人初の大統領オバマさんが誕生した意味っていうのは、日本政府まだ分かっていないということで、その辺のところも進めてきて、今もそれが実現できていると。平等な社会、会社が倒産した場合は、その働いた分に関しては、労働基準局もしくは裁判所の方に、提訴すれば、もう国の方が、足らない分を払いますから、そういうふうなところ、年金一月の支給額が、男性ですら15万円までたどり着いてる人が 50% ぐらいで、女性は 30% ぐらいなんですね。だからこの辺のところは、若いうちに早く結婚して、家の住宅ローンを所得税の控除で返済していけば、最終的に家賃の人の場合、その一月15万あれば、それは大抵の人は大丈夫ですけども、例えば12万とか3万の人たちは、じゃあ電化製品が壊れた時とか、そういう時は大変なことになってしまいますよね。だけども、その老後の生活までに、家の家賃を、家のローンを全て返済していれば、あとは固定資産税だけになりますから、大体土地付きの建物で、大体3000万円以下の家で、1年間の固定資産税が24万円ぐらい、だから1月2万円ぐらいの範囲で、その頃には、建設していたその家の築年数が、何十年も経過してますから、固定資産税は目減りすると。最終的にローンさえ払っていれば、要するに家賃がいらないようなものなんですよ。だから家賃で早く家を買って家のローンに当ててるっていうのが、うまい家の買い方で、若いうちに家買わなかったら、大抵の人は手遅れになってしまう。何か訴訟とかで大きな金額が、入ってくる見込みがある人だったら、まだ人生どうにかなるんですけども、その辺のところが、この世の中の難しいところで、もう少し物事が進んだら、マイナンバー、本当はね、もう2024年から、本当は開始する予定だったんですよ。マイナンバーカードで、ちゃんと、どこの会社でも、厚生年金に入れるっていう形で、これ、よくわかんないと、僕も二十歳過ぎの頃はそうだったんですけども、なかなか厚生年金に入れてもらえなかったんですよ。で、厚生年金に入らなかったら、掛け金が全然足らないですから。大体、年金のトータル金額は2000万ほどかけてなかったら、一月15万円の支給までたどり着かない。だから、絶対入っておかなかったら、無理なんですよ。もともと社会制度設計的に。だから、その辺のところをマイナンバーカードで、もう全部、厚生労働省の管轄ですから、年金に関しては。国民年金も厚生年金も国民年金基金も。まあ、本当は、マイナンバーカードで一元化できると。本当はね、今年から始まる予定で、一応テレビの放送でも2024年から開始されるっていう予定ですっていう内容、4月始まりで、放送されたんですけども、予定のままで、政治倫理審査委員会、その道路族の人間が高速道路をずっと作りっぱなしにしていたと、人口はずっと減少していると。で、車売りすぎて、電車ガラガラ、もう一体何してるんだと。いうことで、もう片っ端から建設業界の人間、もう100人ぐらい、告訴ということで、河川の撮影しに行った時にそれを発見しましたから、で、あちらこちら調べたら、あちらこちらでずっと高速道路を作っていたと。もうそこでもう私は大激怒しまして、で、政治倫理審査委員会が始まりまして、その辺の話が分かっていたら、ニュースの合間合間で、
その国会議員の人がね、もともと建設業界から国会議員になっている人たちとか、もう罰せられてるっていうことがね、理解できると思います。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。次の試合からも、まだ、できる範囲で頑張っていけたらなと思っています。以上です。お疲れ様でした。